ばい、めっちゃ買いました。紹介しましょう。メゾンスペシャルと私の好きなプランクプロジェクトをバクバクバク買いしてきたので紹介します。まずは阿部さんの服を買ってきましたよ。似合いそうでしょ、これ一緒に使えそうね。これはね、メゾンスペシャルですね。カーディガン、かわいい。で、なんか衣装でも使えそうだから、同じスタイルでいいね。これはニットですね。アイちゃんカラー入ってますね。そうそう、でも阿部さんはちょっとブラックが好きな衣装なので、ブラックが入ってるからいいかなと思って、またブラックを買ったこれもなんか横がニットになってて、セットアップになるっぽかったんだけど、ブラックはなくてトップスがね。ああ、なるほどね。そう、だからこういう着方とかも可愛いかなって思って。可愛い。ブラックだけどおしゃれっていう。阿部さんっぽい。ね、はい。阿部さん以上。そしてあ、ちなみにこれもランクプロジェクト。こんなスケスケのやつなんですけど、可愛いんですよ。で、中には私が作った服のトップスを入れています。で、今塗ってるリップは鈴木愛理ちゃんのリップです。可愛いよね、これ。可愛いね。いい色のアイデンプルだったかな。可愛い。鈴木愛理ちゃんの。これ気に入ってて付き合ってます。買ってきたものに戻ります。じゃん。これはビスチェ付きかな？のチュール？ビスチェ？ビスじゃない。なんだっけ？コルセット。コルセット。コルセット付き。可愛い。今日はちょっと見てなかったな、見逃してたな。ゆうちゃんセレクト。そう、これが欲しいです。で、これは展示会の時もね、あ、可愛いと思ってて買わなかったやつ。デニムジャケット乗ったり、こういうものの上に着てもいいし、じゃあアウターの上とかでもいいと思って、なんかいろいろできるかなと思って。なんかタートル入れても可愛いね。タートルの中に確かに入れてあげても可愛いですね。で、ちょっとずつこう結ばれてるんですけど、こういう風に垂れてても可愛いから。確かにいかにも可愛い。こんな感じのトップスと、結構買ったね結構買ったよ。そうね。そして可愛いワンピースにしました。スカート？ワンピース、うん、多分スカートにもなると思う。ここでも履けるし、ここでも履けるっていうワンピースにしました。ウエストでもいいと思います。ちなみに私が履いているスカートもメゾンスペシャルです。本当に私のワードローブの中でメゾンスペシャルが結構いるんで。で、これもメゾンスペシャルじゃない、はい、これはネイビーですね。ブラックじゃなくて、もう透けてて可愛いんですよ。袖の部分っていうね、ちょっとふわっとしてて、こういうところから出したりとか、そしてこれかな。これもゆいちゃんが選んでる。ゆいちゃんセレクト。ほとんどゆいセレクトでしょ。かわいいんですよ。これとこれ合わせてみたら、あ、かわいい、ね、これとこれで、ね、マスタート可愛い、ね、私あのゴギエンズっていうユニットやってるんですけど、あの YouTube とかの皆さんは知ってくれてると思うんですけどゴギエンズかなりメゾンスペシャル出てるでしょ。あ、これこの間本当が似てたやつじゃん。そういうやつが着れてきますでゴギエンズ使えるじゃんと思って結構買いましたみんなも一緒に買ってたりするから、ね、こういう風になんか上に重ねても可愛いと思って。可愛い巻きスカートですね。クロスアルファできるチューブ買いました。可愛い。はい、そしてこれはこんな感じのちょっと昔のマリー・アントワネットみたいなフランスのお姫様が着てそうな、ロココ時代ですね。さっきみたいに一緒にかましてもいいし、そういう風にね。あ、可愛い。
確かにタートルとかでも合いそう、ね、可愛いよね。そしてこれもずっと欲しかった、ちょっと大きいかもしれない、サイズ見てなかった。あーもうサイズ見てなかったじゃん、大きいの買っちゃった。あ、S だということで、おばあちゃんに申し訳ございます。これのね、セットアップなんですけど、これは欲しかったんですよ、ちょっと変えてよかった。その私はドットが何の柄かよくわかんないんですけど、お尻？ん？お尻？お尻なのかな。そのなんかスカートの後ろがお尻になってた。確かにお尻ですよね、誰か。このドットが可愛くてずっと見てたわけ。ドット以外は見てない。そして僕に似たようなスカートです。なんか。なんていうのか、言葉でも言えない、つるっとしてない、バットな感じ。あ、ニットっぽい素材、ニットっぽくない、すごい伸びるやつ、伸縮性があるんですね。赤い虫って書いてある、ちょっとカットソーっぽい生地なんですかね。はい、それカットソーっぽい生地ですね。このプランクプロジェクトでした。これはメゾンスペシャルのフィチュアセレクトですが、このレザー状のスカート、かわいい。かわいいよね、これね。でも結構重さがありますね。かわいい。これと合わせてもかわいいし。かわいい。ね、これも何でも合いそうな感じ。あと、私にしては珍しいこのジャケット。これはゆうちゃんセレクトですね。本当のゆうちゃんだよ。ちょっとガールクラッシュな。かわいいですよね。かっこいいジャケットですね。チェックのパンツとか合わせてもかわいい。ああ、かわいい。なんかゴキブリって。なんか合いそうだな。外してなんか短めのショート丈で着ても可愛いですね。ここなしで、かっこいい。ここなしでも着れるやつなんで、確かに。あとは後から出しました。これはね、実は色違いを持ってるんですけど、茶色をブラックも可愛かったから1個も付け出しました。付け出した、買い足した、買い足しました。どうでしょうね。中が白ですね。中に生姜とか入れて、あ、かわいい。こういう風に着てもかわいいですね。まだかわいい、かわいい、もっと春になる。そうですね。こういう風に他に入れて下から出してもいいんじゃないでしょうか。こうやって、あ、かわいい。誰でもこの何とも言えないテープがかわいい、パイピングですね。このやつ飛んでるのに合わせてもいいしね。確かに薄めのそう、中に入れても可愛いって感じのシュールのワンピースを買いました。結構いきましたよ。何点ある？途中で数えるの本当は。阿部さんが3つ、私は1、2、3、4点購入しました。幸せです。ゆいちゃんも買ったんだね。カバンと帽子と、ね、ゆいちゃんのお店ニット。あ、ゆいちゃんの仕事をしましょう。ゆいちゃんが買ったのはこのバッグ、これ早速使ってましたね。かわいい。これはどこが気に入ったんですか、ゆいちゃん。お手にあの磁石がついてるのがいいんですよ。そ う, う、ね、そうそうそう。垂れ垂れにくくて、あと中意外と入る。確かにこうやってなるもんね。そう、それがすごい嫌で。私はここが気に入った。あ、可愛いよね。ポチッとした。そうなの。そうね。ポチッとしたのって可愛いけど何も入るんだよね。意外と入るのよ。意外とこの子は入りますね。私が持ってるこういうポチッとしたばっかり。何も入んない。でも可愛いからいいの。これは入るね。この子とこのニット、これはもう着てそうだもん。かわいい、ね、かわいい。ちょっと丈短め、うん、こういうチュールのスカートと合わせて、ほら、かわいいよね。かわいい。このチュールにも合いますね、うん、でバケットハットか、あ、
ことも買ってたよね、バッグ。あ、もう持ってるし。この、これ使ってますが、結構入りますね。ぬくもりが。これも結構入るじゃん。そう、それも可愛い。いいね。めでたいね。ゴールドで。いいですね。可愛い、これ。そうなの、結構入る。りーちゃんの持ち場の検査。やめて。名刺入れですね。名刺入れ。これ私が開けたやつ。そうそうそう、愛ちゃんにプレゼントしてもらって。これいいよな、この大きさ。結構入る。ちっちゃいの多いじゃん。結構入るのよ。ね。名刺交換出すときにキラキラしてていい。しかも結構なんか全然傷まない。うん、確かに結構前の。持ちがいいです。結構前にもらったんですけど。こちら。キーケース。私はキーケース持つタイプじゃないから。憧れてたんです、経験。確かに、センスっていうのもゆうちゃんの推し。チーアイドルのソヨンさんです。これはクイーンカード。クイーンカードっていいよね。甘クイーンか、甘クイーンか、甘私も好き、この曲。あとモバイル充電です。こんなちっちゃいのあるの。そうなの、待ち受けもソヨンさんです。わあ、懐かしい。そう、スライチにもらったやつ、お守りが入ってる。お守りが入ってる。パンパン。お守りにね、そろそろ返しに行かないといけないから。で、ゆうちゃんが今ハマっているリップですか。それ、保湿力が高いんですよ。蜂蜜が入ってる。そうそうそう。乾燥するんで。そして、私から受け継がれた財布ですね。マルジェさんのお財布です。今年もなんか28がすごいいい日でしょ。私最後の一粒万倍的な。あ、そうそう、重なる。28が最強でした。へえ。いや、これも私から受け継がれた、ね。うん、ケースはこの間アウトレットショップで死ぬほど安く買いました。2000円ぐらいでこれです。ポイントも酷使しました。カラマが上手。みーちゃんの持ち物検査と、なんだっけ、なんていうの、バッグの中身で、私がさっきドンハーマンのプレゼントしたやつ開けていい？ああ、破った。かわいい。クリスマスプレゼントに私あげました。何入れればいいのかわからないちっちゃいやつが。コインケースですかね。コインケース。よく行ったでしょ、神社。私も神社に行くのでよく。これでちょっと五円玉を集めようと思います。というのを先ほどプレゼントしました。はい、以上です。急。今後出てくると思いますので、ぜひ見てください。要注目ですね。バイバイ。バイバイ。あれ言わんと。おやすみ。違う、チャンネル登録のやつでよ。このチャンネルを良かったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。見てくださってありがとうございました。高橋愛でした。